はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。ということで今回からヨッシーツアー開幕となりましてですね、ヨッシーたくさん持ってるぜ俺はっていう方にとってはですね、興奮するツアーになるんじゃないのかなというふうに思っておりますので、僕自身も一緒に楽しんでいきたいと思います。今週から2週間ヨッシーツアーの方もぜひよろしくお願いします。ではまず動画としましては、前回までやってきておりました忍者ツアーの後半戦ボムキングカップの結果発表の方から見ていきたいと思います。よろしくお願いします。へランキングの結果が出揃いました。果たして何位でしたでしょうか。いきましょう、頼む。8位。カエルマ天風にいつも言っちゃいますね。はい、リーグダウンとなりました皆さん。まあでもね、結局最後ね粘らなかったんですよね。でまあ粘らなくてよかったかなと、僅差には見えるんですけど、3位ぐらいまでは、まあ、非常に個人的には、苦しい思いをして、獲得した、この8位という順位だったので、まあ、本当リーグが、なかなか混戦だったなと。で自分自身は一つ力及ばずだったなというところで8位となりました。合計135,939点、得点としましては動画内で出させていただいたものに全てなっております。お化け沼、カラカラ遺跡、ニンニン農場というところでございます。そうですね、誤算はどこでしょうか。カラカラ遺跡のマシンとグライダーがレベル6では戦いきれない、ポイント解放2段階では戦いきれないっていうのが今回の苦しさだったかなと。ここで5万点近く、もう4000点でも5000点でも取れていればですね、リーグ2位というところでしたので、お化け沼とニンニン道場はね悪くない得点だったかなと思うんですけど、いずれにしてもこれを見ていくとレベル7以上になっているものが半分を超えてきていて、レベル6がね若干足を引っ張ってすら見えている。まあそれがね、リーグ最上位になってくるとそういう戦いになってくるのかなというふうに個人的には感じております。リーグ94に、今週から下がってしまいますけども、また頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では一旦お知らせ画面にやってきました。ヨッシーツアースタートということで、いろいろと案内がやってきておりまして、新しいチャレンジシートの追加ということで、リーグ99に到達した方だけが挑戦できるエクストリームチャレンジを追加と。これどんな感じだったのか、また99以上の方コメントで教えてくださると嬉しいなと思います。はい、イースターエッグが登場ということで、ヨッシーツアーでイースターエッグが設置されたコースが登場するよということで、まあこれを壊したりこれに当たったりするとアクション数が1つくよという形になりますし、ボーナスメダルも獲得できるということですから、こういうツアーの時はですね、こういうエクストラな要素が得点に大きく反映されますので、皆さんも狙っていただければというふうに思います。そしていろいろなお楽しみ要素をご用意、スプリングフェス開催中ということで、先週先々週から引き続きスプリングフェスが続いているというところなんですが、見ていただきたいのはこちら、リーグ上位ギフトがですね、前半戦は水色ヨッシーと水色ヨッシーターボなんですけども、後半戦こちら、ヨッシーゴールドエッグ、こちらコインボックスキャラになりますので、まだ持ってないよっていう方、もしくはゴールドエッグヨッシー、上位に入るだけで強化したいよっていう方はですね、後半戦に照準を合わせていただけるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい、ではリーグ対象となりますヨッシーカップの下見の方をしていきたいと思います。では1コース目ヨッシーアイランド、全コースヨッシーついてますね。エクストリーム系は3コース目のみというところになっております。ヨッシーアイランドは新登場コース見ていきましょう。さあキャラの環境ですけども、新登場コースの割には優しめになっております。はい、レアの最適性がですね、はい、3つ来ておりまして、赤ヨッシー、ヨッシーの卵、まあ、悪くないスキルだと思うんですよね。はい、でザ・ヨッシーも来ております。こちらをレベル8ポイント解放マックスできるんだったら全然使ってもいいよねっていう気がしてます。そしてオレンジ兵法も最適性に来てるというところ、ウルトラレアのところで言いますとですね、ブーメランフラワーキャラ、はい、忍者兵法、そしてこちらのボスパックミースーツなどなど、来ているというところ。ラッキーセブンも2つかな、シルバーミースーツ、そして新登場こちらポチポチ、ポチは多分今回のツアーの後半戦のピックアップで、出てくるんじゃないのかなというふうに思いますね。なんか系譜としてはトッテンとか、なんかそういうブルとか、そういうところの系統かなと思いますね。ああいうキャラはなんか単独のああいうキャラ、ラッキーセブンキャラってイメージがありますけどもね。で、あ、一つ言い忘れましたけど、パティシエミースーツのトリプルバナナも非常にいいんじゃないのかなというふうに思います。コースの形状によりますけども、まあ、どのキャラでね、
アクションを重ねていくかっていうのをちょっと考えた方がいいかもしれないですね。まあとは言っても現状レベルが高いのを使いたくなるのが皆さんサガだと思いますので、僕はボスパックミースーツ使っていきたいと思います。マシン行きましょう。マシンの最適性にもレアがいくつかあって、残りはウルトラレアというところですね。はい、ヨッシーターボ、ジャンプアクション系ですし全然いいんじゃないのかなと思いますけどもね。そしてピンクヨッシーターボというところですが、さすがに僕自身はアイスクリームバンがまだまだ最適性ガンガン来てくれるなと、いやーよく使わせてもらってますよというところで、レベル7ポイント解放3段階ミニターボ系いいですね。グライダー行きましょう。ヨッシーの純正のレアが全部最適性来てくれてるんですね。はい、こちら、はい、カラグライダー、これを強化して、緑コーラ系のスキルいいんじゃないでしょうか。さあウルトラレアその他いろいろ来ておりますし、最新の課金アイテムスペシャルフラワーカイトや、こちらのヨッシーのクッキーカイト、あ、もう何でもありですね。クッキーも OK か、などなどいろいろ来てますけども、僕自身はこちらシャイニーパラソルレベル7ポイント解放2段階スーパークラクション系が有能かどうかは分かりませんということで、あ、戻っちゃった、行きましょう。下見していきます。新登場コースヨッシーアイランドです。はい、ヨッシーアイランド行きましょう。 SE 聞きました今。デンテテデンテテデンテンだって、マジヨッシーアイランドじゃん、超嬉しい。ヨッシーアイランドやってた、ヨッシーアイランドやってた。始まる時はねテレテレテテじゃなくてデンテテデンテテデンテンテンでしたね。はい、こいつそればっかり言ってんなっていう状態になるといけないんで、しっかり、あー、カニカニ、はい、あーコース全然わかんないなコース全然わかんないな。あの皆さん、ブメボックス皆さん夢のブメボックスですよ。いや最近やってなかったからめっちゃうしゃー。そして雲の上に行くわけね。この辺はなんとかなんとかガーデンとかと似てますね。あれなんだったかな、あれヨッシーガーデンだっけ。あー間に合って、あ無理か。はい、あ、なんか上道があるみたいですけど、着地のところで僕はなんか下道に着地しちゃいましたね。下道はほぼアクションありません。何あれ、なんかあのヨッシーアイランド、いやヨッシーアイランドでゴールするところみたいのがありましたね今。よしガンガン行こう。よし着地で、よしカニ、あ1個しか取れんかった。ここちょっとむずいな今の S 字、結構ややこしい気がする。当たれ、当たらない、あーブメボックス惜しい、タイミング悪かった。あいつは全く自分のコインボックスを取れてない、きっと今のだとはい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 、チャンス、チャンスアクション、あ全然届いてねえ、全然届いてねえ、ここ皆さん落ちると危ないです。あそこ通りたかった、ごめんなさい。下見の検証としてはめっちゃ拙い感じになっちゃいましたけども、ま、SE ヨッシーアイランド仕様になってるちゃんと。ということで、アクション数から見ましょうか。116ということで、ノーマルコースで116アクションつくのは素晴らしいんじゃないでしょうか。ブメボックスもあったけど、まあブメボックスがこれだね、ブーメランのとこ、うーブメボックス、はい、ということで、はい、まあまあいい点数出せたんじゃないかなと思いますけども、新登場コースということでね、皆さんも探りながら、高得点目指していく形になるかなと思います。はい、では2コース目ヨッシー砂漠行きましょう。ヨッシー砂漠走った記憶が全然ないな。さあキャラの環境を見ていきましょう。はい、ラッキーセブンキャラのサテラビューマリオいいでしょうね。そしてカンガルーヨッシー、こちらガンガン強化できてる方多いんじゃないでしょうか。ブーメランフラワーキャラです。そしてジャンボバナナのドンキーコングミースーツ、同じくブーメランフラワーキャラのボスパックなどなど来てるよというところなんですが、コインボックスキャラの最適性が3つ来ておりまして、そちらタイバカンスデイジー、まあ、ヨッシーですね、はい、ゴールデンエッグヨッシー、今回後半の順位報酬でも手に入るんですけども、すでに持っている方は、ガンガン使っていきましょうというところ、そしてゴールドミースーツなんですが、先週ねゴールドミースーツガンガン強化した方多いんじゃないでしょうか、うん、そういう方はやっといてよかったレベル6、7、8みたいなねところはあるかもしれませんが、じゃあ僕もゴールドミースーツにしようかな。
はい、マシン行きましょう。マシンの最適性はウルトラレアのみなんですけども、いつ手に入ったのかわからないゴールド系ですけども、ゴールドローダーがジャンプアクション系なので、ちょっとこちらで今回は対応させていただこうかなと思ってます。強化していこうかな。はい、グライダー行きましょう。グライダーの最適性もウルトラレアのみというところになっております。まあ、何使ってもそう変わらない気はしますけども、こちらファイヤーマンタレベル7ポイント解放3段階スーパークラクション系2レルス連続なんですけども、まあとりあえずね、キャラのあのマシンの強化が行き届いてないので得点はさほど出ないと思いますけども、下見していきたいと思います。はい、ヨッシー砂漠行きましょう。え、これ新登場コースごめんなさいね、ほぼ記憶ないんですけど、このコース走ったこのコースを走った記憶全くないな。いつだとしたらいつって感じですけどね。得点が出た時に判断しましょうか。このコースが終わった時にね。あー、でも初めてっぽい気がするなー。いや、全く記憶ないから初めてだろうな。お、この順位ですが。うわー、悪質。いっぱい取っていこう。もうどうせ高得点出ないんだし、いっぱい取っていこう。そうですね。これは情けない。でも結構カーブきついな。結構行ってくれる、これガンガン行って、アイテムの前で止まって、よし、はいあ、こういうことがあるとね、なんていうの、危ない、なんだっけ、下見の前にね、環境を強化しとくのって大事だなとか思いますけど、これすごいね。単発コインボックス2回と単発コインボックス2回とコインボックスフィーバーですから、結構いい引きしてますよね。あ、そう、ああ最後当たってくれた。2位ということで、なるほど。はい、27,139点、アクション数123。このアクション数はちょっと今回はね、参考にならないと思います。かなりコインボックスを引いちゃったので、実際このコース自体が持ってるポテンシャルとしてはもう少しね、アクション数少ないかと思うんですけども、なんとも言えないな。1コース目の方が得点出しやすいのかな現状。ただジャンプアクションもしくはジャンプと同時にコインを取れるようなシステムの場所が多いので、走りのリズムさえ覚えてしまえば結構コンボもつながりやすいし、アクション数も多いんじゃないのかなって思います。当然ね、キャラを強化しておけばもっともっと高得点になったはずなので、そういう意味では、そういう意味ではこのコースかな。ヨッシーアイランドよりヨッシー砂漠の方がアクション数多いかな。ちょっと現状はまだわからないですけども、後でお話ししたいと思います。はい、では3コース目、ヨッシーバレー RX、 こちらも見ていきましょう。このコースはねコースの選択肢がありすぎて困るコースなんですけども、さあこのコースの環境を見ていきましょう。アストロノートキノピオ、こちらようやく常設キャラになりましたので、持ってなくて絶対このキャラが使いたいっていう方はですね、まあリセマラっていうかね、お急ぎチケットを使って獲得することもできるかと思います。そしてあとはボスパックンミースーツじゃないや、これパックンフラワーだったボスパックンとパックンフラワー違うんだ、パッと見判断できなかった。そしてこちらのシェフじゃないわ、コックルイージですね、トリプルバナナ系ということで、この2つのキャラが今回は当たりなんじゃないかなと。多分現状ポチは手に入れる手段がないと思いますので、選択肢は2つかなと。僕はバナナ系でいきたいと思います。マシンいきましょう。マシンの最適性ウルトラレアのみで、こちらの、いやーこれね、 B-MK2 クリーム、これ多分これどうやって手に入れたんだっけな、思い出せないんですけど、普通にショップだったかな、課金アイテムではなかった気がするんですけど、いやー持っててよかった。あ、ないということで、グライダーの最適性が現状はありませんので、ショップで普通に売ってるものの中からビルダーメットとかね、この辺はこの辺のヒゲ系はあんまり売ってるイメージないな。そして今スペシャルスキルも一緒に見てったんですけど、ヨッシーのクッキーカイトもいらないな。意外にミケ肉球ぐらいの方がいいかもな。この辺はね、今後とても得意なコースがどれぐらい増えていくかっていうところも判断材料の一つなんで迷いますけども、まあなんとかして、最適性作っておこうかなと思ってます。いや本当はとかないか、
今んところじゃあこちら納涼ウィング使おうかな。ごめんなさい。ということでグライダーがない、最適性がない状況ですけども下見していきます。はい、ヨッシーバレー RX 見ていきましょう。よし、こっちこっちこっち右左間違えそうな。バナナーありがとう。あら、バナナ出すと同時にでかいやつに踏まれたな。さてさて、このコースはね、ハーフパイプの使い方が非常に難しくて、登った後のここはなんとかなるか。 R が大変なのか。 RX はなんとかなりそうだな。よいしょ。ちょっとグライダーが最適性ないんですぐにコンボ途切れちゃうと思いますが、なんとか対応しよう。こっちダッシュプレートがある、ラッキー。みんなについてったからこのコースになったけど、いいかどうかわからん。え、っていうかこのコース新登場じゃね。違ったらごめんなさい。あら、あ、踏めなかった、ギリギリ。よいしょ、やったー、コインフィーバーだー、当たれ。まあとは言っても下見の記録は所詮下見止まりかな。どういうことかっていうと、まあいずれね、よいしょち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 ょ、よし上乗っちゃおう。これは挽回できる。あー、それは最悪だわ。ハーフパイプ乗った意味、乗った意味ゼロ。広がっちゃった。むずい、スピード感があってむずい、コースがむずい。むずいな。よっ、あー、スピード感あってむずい。なんと同じこと言ってたんねん。やー、最悪だぜ。よいしょっと。はあ、ちょっと疲れるなこのコース。はい、分岐でどこ走っていったら最適なのかまだちょっと分かりません。みんなについてったらダッシュプレート3つ2つかな、そしてジャンプアクションが2個あるようなね、場所のルートになりましたけども、あれが一番最短なのか最適なのか、まだちょっと分かりかねてるところですけどもね。うん、グライダーが最適性がない割にはアクション数135、このコースが一番アクションは多いかな。アクションは3コース目が一番多くて、コインボックスキャラは扱えるがゆえに良いのは2コース目で、1コース目が新登場コース、一番得点的には厳しいかなというのが現状の感想でございますが、いかがでしょうか。はい、下見を終えた段階での順位が出ました。こちら8位。上は遠いですね。今週のリーグ報酬はこちらになっております。水色ヨッシー、青ヨッシーとほぼ見極めつかないな。水色ヨッシーターボというところになっておりますので狙っていきましょう。8位か、まあそりゃマシンとグライダーがね、うん、一つずつ最適性がなかった状況なので、よーし今週はここから巻き返すぞ。はい、トップ画面に戻ってまいりました。今回からヨッシーツアー開幕ということで、その最初の週の、リーグ対象となりますヨッシーカップの下見をメインでやっていきましたけども、内容いかがだったでしょうか。僕自身またここから1コースずつの走り込み攻略動画出させていただきますので、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで今日はここまでにしたいと思います。失礼します。